めっちゃ美味しそう。おはようございます、こんにちは、こんばんは、おやすみなさい。ほんまはな、昨日の夜に撮りたかってんけど、まあ、ちょっと仮眠しようかなと思って寝たら爆睡しちゃって、で気づいたら、あ、朝やってなって、だから今からね、食べんねん、朝から。今日一年の最後やから、もう私の大好きなものをいっぱい食べるっていう感じですね。私めっちゃ卵かけご飯とか好きとか言いながらさ、動画でさ、めっちゃ大食いとかしてないやんか。で、今日は納豆卵かけご飯にしようと思って。最近ね、健康が足りてないから納豆食べた方がいいかなって思い。みんな納豆好き？私お母さんがめっちゃネバネバしたやつとか、生物とかがめっちゃ嫌いやから、納豆も生卵も山芋も全部嫌いなお母さんが。嫌というか苦手？苦手ですね。でもなんか真反対で私そういうの大好きに育ってんな。用意したのはこれだけじゃないんですよ。じゃんじゃがじゃーん、じゃん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 じゃがじゃーん。うわー、美味しそう。はい、次フルーツサンドも買いました。すごい量じゃない？まあ朝やから一緒、ほんまに今朝の9時とかやから。で、私昨日までさ、北海道行っててん。4年ぶり5年ぶりぐらいに行ったね。でね、お次にラストチーズトッポギ、ほんで最後にね、こっち卵を添えたいと思います。これライフで買った。なんか最近な、やっぱな、卵かけご飯好きって言ってるぐらいやから、こういろいろ卵をこうなんか食べ比べした方がいいなと思って試してみてんねん。これすごい、顔見えるかな、逆側に向けた方が良かったかな。みんな今年もたくさんお世話になりました。来年もよろしくお願いします。乾杯。じゃあまずこのチキンからいただきたいと思います。いただきます。すごい形してるのこれ。チーズのパウダー乗ってるチキン頼んだんやけど、めっちゃ甘くて美味しい。これチカチキンっていうとこですよね。めっちゃ美味しい。なにこれ、甘い、おいしい。おかひみたい。朝からこんなにいっぱい食べて幸せすぎる。おいしい。続きましてこちらのチーズトッポギ。チーズトッポギの練り物があんまり好きじゃないんよな。やばいやばい、チーズ固まっちゃってる。ちょっと見なかったことにしてもらえてもしてもらおう。はい、いただきます。うん、お、結構スパイス、結構辛めのやつですね。ここのやつは美味しいんかな、練り物。まあおへおへ。生ものがめっちゃ好きやねんけど、海鮮とか刺身とか納豆とか卵とかそういうのが好きやねん。あとネバネバしたものも好きやねんけど、唯一あんま好きじゃないってなったら練り物も入るね。かんぼことかもちくわとかもあんまそこまで得意じゃないな。やっぱチーズ入ったら美味しいな。あとでチーズ自分で入れようかな。北海道行った時にさ、そのさ、3日間で行ってんけど、1日目はその夜遅くに着いてんか。で、2日目はライブで、3日目にお昼過ぎに帰るって感じで。だからそこまでな、実質折れてないねんな。実質1泊2日みたいな感じの時間やな。じゃあこちらも愛しの納豆卵かけご飯をいただきたいと思います。これはね、動画としてみんなとその共有してるので、みんなで食べたっていうことになるんで、私は実質10カロリーぐらいですね。いただきまーす。何この卵、めっちゃ濃厚、鼻水できた。この優しい平飼い卵っていうところ、光と風が入る蹴り車内を自由に動き回って育った元気な鶏が、もうマジで自由に動き回って育てそうな卵。ピント合ってるよな。もうほんまに怖いねん。最近ピント合わなさすぎて、いいの撮れたなと思って編集しようと思ったら、ほんまにえピントずれてるって言ったって、もうはぁ、すごい絶望すんねんか。北海道ほんまにめっちゃ楽しかったんけど、クリスマスに雪降ってて、その好きなアーティストの活動休止前ライブを見るのが最高じゃない。なんかそのさ、北海道ってさ、雪とかもさ、すごい降ってるからさ、車とかがさ、あんますごいスピードで行ったりしてないやんか。で、なんか分からへんけど、なんやろな、すっごいなんか静かな感じにすごい聞こえて、街が車のガガガガブン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 っていう音は聞こえへんくて、だからすごいなんかな、神経質な人とかさ、繊細な人にとっては北海道めっちゃいいんじゃないってすごい思った。私もちょっと繊細なところが、雪降っててさ、イルミネーションしててさ、そんな絶対カップルの愛深まりそうやん。てか雪がすごすぎてさ、何回も何回も転びそうな、私実際転んだりしてさ、私なんかさ、転んだ時にな、バーンって転ぶとするやん、普通に雪とか関わらず普段な。じゃあもうなんか人前で転んでさ、恥ずかしいっていう気持ちにすごいなんねんけど、なんかすぐに立ってなんかバッていくのもなんかどうなんかなと思って、一回こう絶望しちゃうねんな。ゴン、転びました。
って感じでさそれ見て友達にテディベアみたいって言われたけど、まあいいように言ってくれてるかもしれへんけど、で目の前におったカップルも過ぎ去っていく時にさ、絶対私のことなんか言ってるわって感じでこそこそなんか言っててんな。もうええわ、カップルの話題になって喧嘩とかしてて急にこう微笑んで仲良くなったみたいな感じだったら私救世主やん。だからまあそう考えたらまあいいかなと思いましたね。てかその北海道がマイナス9度やから、大阪帰ってきたら絶対自分下着で歩けるわ、下着で歩き回ってやろうぐらいの気持ちでおったんやけど、大阪着いたら全然寒かった。すごいなんかこのトッポギめちゃめちゃ練り物多いんやけど、トッポギって餅やと思ったけど本来そういう練り物が多いやつなんかな。今年のなクリスマスそんなになクリスマスクリスマスって感じしてなかったわ。この1週間ぐらいあんま多分外に出てなかったからやと思うねんけど、あんまそのクリスマスムードになってる、その店内でクリスマスの BGM になってるそのも全くなかったからな。じゃあこのクリームチーズをつけたいと思います。いただきます。なんかほんまにお菓子みたい、このチキン。なんかすごいスイーツのチーズみたいに甘いねんけど、これはめっちゃめっちゃ合うわ。うんうん。前毎日メイクで見たけど、今回ライブで行ってんけど、めっちゃ泣いた、ライブで。その自分がさ、中高生の時の学生時代とかに好きやったさ、アーティストがさ、こうしんどい時が辛い時とかさ、部活前とかに頑張ろうと思ってこう、いっぱい聴いてさ、もう人生を共に一緒に過ごしてきたアーティストやからさ、おりゃみんなもそういうアーティストとか曲とかあるやん。だからそういう曲のね、歌っている人たちが活動休止するんや。ってなって、もう最後らへんとかもう涙腺爆発しててファンの方の16年間ありがとうとかそういうさ、ありがとうっていうボード持ってるそのファンの人見てないってからな。だってさ、ライブに行ってさ、そのさボード作るってなったら何作る？例えば指さしてとかさ、なんかそういう人多いやん、リクエスト持ってる人が多いやん。いろいろさ選択肢がある中でさ、ありがとうっていうボードを作ってさ持ってねんで、もうやばくない？なんかそのあったかさにもうまた泣けてきて、もうずーっと鬼滅の刃のさずっと泣いてるあの柱の人おるやん、もうあんな感じでもうずーっとずっと泣いた。ってさて今の登録者数は、今の登録者数ですね、99,797人。10万人まであともう少しや。気づいたらもうご飯食べ終わりそう。ご飯食べ終わりました。ここは私チキンハーフサイズって言ったけど、ハーフサイズでもこんな量多いんかな。あと残り200人ぐらいねんけど、もしかしたらこの動画上げるまでにそのね行かせてもらうかもしれないですけど、なんかほんまに12月の初めらへんとか日割り計算というか、過去の11月とか10月とかのそういうさ人数とか見て、この調子やったら年末いけるかなって感じで、結構12月の初めらへん諦めてんか、もう1月のそのままちょっと正月過ぎたぐらいに行ったらいいかなって。でもなんかやっぱしその去年にこの話10万人過ぎた時に言った方がいいかな。なんかその去年のさあの12月に登録者が1万人やってん、だからその1年後に10万人行きましたって言える方がすごいかっこいいなと思って、12月中に。だから12月中にできたら突破したいなと思って、なんかねめっちゃ頑張ってんな。美味しいわこのチキン、マジやばい、お腹いっぱい。あーうーうーな、この中に私がダイエット宣言してから痩せたなって思ってるやついる？北海道でいっぱい食べまくって今こんないっぱい食べてるのに痩せたって思ってるやついる？いねえよなその通りでございまして、全然痩せないんですよね。いろいろ動画も撮ってるからまた直したいなと思ってんねんけど、ちゃんと動いてる日もあれば動いてない日もあって、なんか編集めっちゃしてる日はもうあだるいって思って何もしやんくなっちゃったり、まあ、朝走ったりとか夜走ったりとか筋トレしたりとかしてる日もあんねんけど、前よりは運動してるはずやねんけど、でもなんか痩せてないねんな。ほんまに今ガチで女子日が近づいてきてんねんか。あ、このチャンネルでは女子日以外の前後全ての日を生理前という解釈でお送りしますでもあのガチで今ほんまにな生理が始まる前なんですよね。だからもうそれもあってあれなんかなと思って、お水もめっちゃ飲むようになってんか。前まで1日 500ml 飲んでるからどうかなって感じだったんけど、2リットルは飲めてないけど1リットルは絶対飲んでて、その1リットルから 1.5 の間をずっと頑張って飲んでんねんけど、だからそれもあってむくんでんのかなとか思ったりして、全てむくみにして言い訳にしてますけど、ちゃんと動いてんのにな。なんかジムとか行ってみようかなってすごい思ったりすんねんな。1ヶ月ぐらいお試しでやってみてどうか、続くかどうか一回試してみようかなって。そんなこんなでラスト1個、私今から実は美容院なんよね。何の髪の毛にしてもらおうかな。はい、じゃんじゃがじゃん、美容院から帰ってきました。ちょっとね
さすがにこれ一気に食べきるのはきつい。でも私は全部食べきりたい。ちょっと胃のね消化をちょっと手伝ってもらったっていうわけです。どう、髪の毛変わったん分かる？ちょっとさ、さっきよりも暗くなったはず。グレージュっていう色をしたくてブリーチしてみたかってんか。だから初めて、人生初めてブリーチしたし、写真の毛とか。どう、変わった？これからどんどん金髪っぽくなっていくらしい。金髪っぽくなる前にちょっとね色を早く入れないとなっていうわけです。美容院のお姉さんがその今年最後やからってな、お菓子とメッセージ、ちょっとメッセージ見せられへんけど名前書いてるから、いっぱいメッセージも書いてくれて嬉しい。結構その引っ越してから何回もその行かせてもらってるとかやねんけど、私引っ越す前までずっと地元のさ、あの商店街の中にある、あのもう予約とかも視野でもうパッて入れるさ、あれやもうカット1500円みたいなところなのな。赤と青と白書いてるぐ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 るって待ってるとこずっと行った。小学生の時から行ってるからな。居心地いいんやけど。チーズ入れたいけど胃のあれが増えるから我慢する。よし、トッポギ食べきった。辛いけど美味しかった。最後にこちら、ちょっとぐちゃぐちゃになってきちゃったけど、これは別腹とも言えます。なので私はこれを食べることができます。あ、こういう感じで丸ごとね、ミルフィーユサンドって書いてある。ではこちらいただきます。うん、今私の味覚がこう辛いっていうのと甘いっていうのがこうなって、もう見事にプラマイゼロになった。ちょっとこうマイナス1かもしれないけど、うんふん。ちょっと年末ムード迎えて、もう正月ムードかもしれないけど、一回クリスマスの話させてくれへん？クリスマスにさ、みんなどういうストーリーあげてるんやろなと思って、まあ友達と一緒に見たわけよ。ニュアンスストーリーとかもさ、彼氏と過ごしちゃうっていうのさ、もうダダ漏れの人おるかなとかって。でなんか私最近思ってんけどさ、ストーリーでそういう匂わせるときにみんな絶対さ、何も文字書かんと絵文字に絶対あのさ白ハートつけへん。あの白ハートをつけたら私は絶対彼氏やなと思うし、俺匂わせてるって思うねんな。絶対にカップルのストーリーってさ、絵文字に赤ハートとかでも黄色でもピンクでももう緑でもなくて、もう白ハートやねん絶対。この絵文字の横があれ見たらすごいなる。私も来年からもういっぱいインスタでやっていく。あのもみじとか紅葉の時とか足元にね、彼氏と二人で足元乗っけて、あの秋見つけたとか書いて、紅葉マークと白いハートでつけて。うん、やばい、ラストこれ。うん、うんふん。今年はもう忘れにも忘れられない、なんかすごい濃い一年やったな。大学卒業して、社会人になって、YouTube 一本でして、みたいな感じで。いろいろ濃かったな。卒業した後のことが全部もう濃すぎて、もう何月って言ったらもう全部こう思い出すもん。何月の時こんなこと考えたとか、何月の時こんな話だとか、なんか鮮明に覚えてるわ。ゲッターズ飯田さんの占い的には、私めっちゃ来年運勢がいいらしいから。来年こそもっと頑張っていかないとねって感じですよね。 YouTube も声も見た目もいろいろ頑張っていきたいと思いますね。これ何？もうこれ全部ホイップじゃない？ホイップさすがにこれはきついよ。だから来年はより一層頑張っていきたいな。ラストこの一口二口が一番きつい。今ちょっと飲み込みづらくて冷や汗かこうとしたもん。ラストいただきます。食べた。ちょっと声ロッキー流してほしい、マジで。この1年見てくれてありがとうございました。たくさんお世話になりました。ちょっと最近知ったよとか、半年前とか数ヶ月前とか1年前とか、もっと前から見てくれたよっていうの、また来年も見てくれたら嬉しいです。来年からもね、より一層頑張ろうと思うので、よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバーイ。マジ今このこじこじの顔よ。